アブサイード・チョードリーは、バングラデシュの法律家、大統領。また、国際連合人権委員会委員長、ダッカ大学副学長、外務大臣、バングラデシュにとって、初代となるイギリス駐在の高等弁務官なども、歴任した。チョードリーは、1921年1月31日に、タンガイル地区のナグバリで、ザミーンダールの家に生まれた。父アブドゥル・ハミード・チョードリーは、 ザミーンダールであり、後には東パキスタン衆議会の議長も務めた人物であった。父チョードリーはイギリス領インド帝国からカーアンバハドゥールの称号を与えられていたが、後にはイギリスの残虐行為や帝国に反対する運動に加わる中でこの称号を捨てた。チョードリーは1940年にカルカッタのプレジデンシーカレッジを卒業した。1942年には カルカッタ大学から修士号と法律学位を取得し、第二次世界大戦後にはロンドンで放送資格を得た。チョードリーは1947年にカルカッタ高等裁判所に弁護士登録し、インドパキスタン分離独立後はダッカに赴き、1948年にダッカ高等裁判所に弁護士登録した。1960年、彼は 東パキスタン法務官に任命された。1961年7月7日には、さらに、脱火高等裁判所の追加判事に承認した。この前後には、1960年から1961年にかけて憲法委員会委員、1963年から1968年にかけてベンガル開発委員会委員長も務めた。 イギリス教育調査団のジェームズ教の訪問を受ける、チョードリー、1970年。1969年、チョードリーは、ダッカ大学の副学長に任命された。1971年、ジュネーブに滞在していた、彼は、パキスタン軍による東パキスタンにおける、ジェノサイド行為に抗議して、この職を辞した。ジュネーブからイギリスに赴いた、彼は、 バングラデシュ暫定政府の特使となった。1971年4月24日には、亡命ベンガル人たちによって、暫定政府参加の組織、在英バングラデシュ人民共和国評議会が、イギリスのコベントリーで結成され、評議会の運営委員会5人が選出された。チョードリーは、 1971年8月1日から1972年1月8日までロンドン駐在のバングラデシュ人民共和国高等弁務官となった。解放後、チョードリーはダッカに戻り、1972年1月12日にバングラデシュの大統領に選出された。1973年4月10日、再び大統領に選ばれたが、大統領職は、 同年12月に辞職し、外交特使となった。1975年4月8日、シェイク・ムジブル・ラフマン大統領の下の内閣に、公安担当大臣として入閣した。ラフマンが暗殺された後、8月には、カンデカルモ支度アハメド大統領の下で、外務大臣となり、11月7日までその職にあった1978年、チョードリーは、 国際連合の差別防止、少数者保護のための省委員会の委員の一人に選ばれた。1985年には国際連合人権委員会の委員長に選出された。ビシュバ・バラティ大学は最高気象であるデシュ・コートムを彼に送った。カルカッタ大学は名誉学位として法学博士を送った。チョードリーは1987年8月2日に ロンドンで心臓発作のため死去し、生まれ故郷の村であるタンガイル地区のナグバリに埋葬された、去年66、ありがとうございます。